伊東市のメガソーラー計画をめぐり、崖崩れなどが懸念されるとして、住民らが市に対し事業許可の取り消しを求めた裁判で、静岡地裁は今日、原告適格がないとして訴えを退けました。伊東市八幡野のメガソーラー計画は、40ヘクタールの山林を伐採し、ソーラーパネルを設置する事業です。付近に住む住民は、崖崩れや土石流の発生が懸念されるとして、市の事業許可の取り消しを求める裁判を2018年に起こしました。今日行われた判決で静岡地裁は、原告適格がないとして住民側の訴えを退けました。判決を受け原告団は、土砂災害を引き起こすことが容易に想定できる許可処分について、住民が裁判所で争う道を閉ざすような判決は全く不当と言わざるを得ないとし、東京高裁に控訴する考えを示しました。このメガソーラー計画をめぐっては、事業者側が工事用の橋を架けるために申請した河川の使用許可を市が出さなかったことから訴えを起こし、裁判所は市の処分を取り消す判決を下しました。しかし市は事業者の許可申請を今度は住民の反対を理由に却下しました。これを受け事業者は先月、工事をするにあたり市長の同意義務や事業の中止義務がないことを確認するための訴えを起こしていて混乱が続いています。